エリザベータ・マヴリキエヴナは、ドイツのザクセン・アルテンブルク家の公女で、ロシアの皇族女性。コンスタンチン・コンスタンチノビチ大公と結婚し、ロシア大公妃の称号を有した。ドイツ語名は、エリザベト・アウグステ・マリー・アグネス・フォン・ザクセン・アルテンブルク。ザクセン・アルテンブルク公子モーリッツとその妻で、ザクセン=マイニンゲン公、ベルンハルト2世の娘であるアウグステの間の次女として生まれた。当時のプリンセスにありがちな、信仰心、フランス語、古典文学、ピアノ演奏などが中心の教育を受けた。幼い頃は、ヨーロッパ中にいる親戚を訪ねて、各国の宮廷を訪れた。1882年、またいとこにあたるロシアのコンスタンチン・コンスタンチノビチ、大公がアルテンブルクの宮廷を訪れ、エリザベトは彼と婚約した。KR のペンネームで知られるコンスタンチン大公は婚約に際してエリザベトに死を捧げている。エリザベータと夫のコンスタンチン大公、1894年1884年4月27日にサンクトペテルブルクにおいてコンスタンチン大公と結婚した。コンスタンチンは皇帝ニコライ1世の次男コンスタンチン・ニコラエビチ大公の跡取り息子でロマノフ家のコンスタンチン分家の当主であった。エリザベトは結婚に際し洗礼名をロシア式にエリザベータ・マヴリキエヴナと改め、嫁ぎ先のロマノフ家では、マブラの愛称で呼ばれた。エリザベータが結婚に際して正教に改宗すること、拒んでルター派の信仰を保ち、またコンスタンチンが隠れた同性愛者だったにもかかわらず、夫婦仲は良好だった。しかし、エリザベータは、夫と違って優れた知性や芸術的感性を持ち合わせない女性だった。第一次世界大戦中に4男のオレグと夫のコンスタンチン大公を相次いで失い、エリザベータは悲嘆に暮れた。1917年の10月革命後、さらに長男のヨアン、三男のコンスタンチン、逸夫のイーゴリがボリシェビキ政府に拘束され、1918年7月18日にエカテリンブルク郊外のアラパイフスクで一族の他の者たちと共に処刑されている。次男のガブリールもまた拘束されたが、マクシム・ゴーリキーの尽力で解放され、国外に脱出した。さらに1919年には、夫の死後頼りにしてきた義弟のドミトリー大公が、ペトルパブロフスク要塞で処刑された。エリザベータは1918年10月、スウェーデンの外交官の尽力でビザを発給してもらい、未成年の2人の子供、ゲオルギー及びベラを連れて、スウェーデン籍の船舶でオンゲルマンランド地方に上陸した。スウェーデン王グスタフ5世夫妻の招きでストックホルムに移った後、サルトシェバーデンで暮らした。1920年にはベルディ経由でドイツに帰国し、弟の元ザクセンアルテンブルク公エルンスト2世の院政先に同居するようになった。長く肺がんを患った後1927年に死去し、アルテンブルクの公爵夫人、アグネス記念教会に葬られた。遺骸は1939年に、エルンスト2世の隠居所であるフレーリッヒエ・ビーダークンフト狩猟養生館の近くの墓所に改葬されている。コンスタンチン大公一家、1905年ウィキメディア、コモンズには、エリザベータ・マヴリキエヴナに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。